本日は、年齢を増すごとに熟して、妖艶華麗な女優に転身した松尾佳代さんについてご紹介したいと思います。松尾佳代、1980年代から1990年代の2時間ドラマになくてはならない熟女女優の代表に目された女優であった。特に2時間ドラマの老舗、土曜ワイド劇場では、土曜ワイの女帝と呼ばれたくらい、2時間サスペンスドラマには欠かせない女優だった。当時はエアロビブームでもあり、 2時間ドラマにもちょくちょくエアロビシーンを取り入れ、レオタード姿で踊る松岡よのセクシーな場面に、釘付けになった視聴者も多かったと思う。そしてその露出度の高さは、熟女女優の中でも上位に食い込むダント突の人気度だった。しかし、そんな彼女の若い頃を知るファンの多くは、口を揃えて、彼女はそんな女優ではなかったというだろう。日活の女優として売り出された松尾は、 どちらかといえば、地味で派手さがない堅実な女優であった。彼女はデビュー5年後に、鈴木誠純監督に見いだされ、肉体の門、で娼婦役を演じたりしたが、2時間ドラマを知る、あの大人のお色気とまでにはいかなかった。むしろ、2時間ドラマの女王と言われる前に、その弾みで、脱ぎっぷりの良いヌードぶりを、闇のカリド、や、日本の黒幕、で惜しげもなく、 お披露目したことが、その後の2時間ドラマの布石につながったと言えた。彼女にとって、30代半ばあたりから、雑誌のヌードや写真集が、話題を呼び、そのイメージが、後の2時間ドラマの最多出演へとつながっていく。松尾は80年代に入り、テレビドラマに主力を置く傍ら、映画にも主演した、それが文豪、谷崎潤一郎原作の3度目の映画化となる、鍵であった。この映画で松尾は、 岡田真澄との濃厚なシーンを演じており松尾の妖艶ぶりが堪能できる魅惑的な作品となったしかし1998年以降から芸能活動を遠ざかりその後の彼女の近況を知る者もいないほど今では忘れ去られた女優となったのは寂しい限りだ